当然昔から喫茶店という、リレーワリオでこれを一つでは今日最後にさせていただきます。皆さん今日はどうも2日連続ありがとうございました。改めてじゃあ最後にさせていただきますけども、喫茶店っていうと先ほどもちょっとあそこの方でですねサロン文化の話とかいろいろ話をしてたんですけども、人が集うところですよね。で人が集っていろんなお話をすると。で古くは1970年、古いって言っても日本の60年代、70年代とかっていうのはやっぱりその学生運動の時とかに、喫茶店とかああいうところに、集って何かこう、社会の話をするみたいなこともあれば、もっと古くは、先ほどちょっとお話ししたいわゆるサロン文化みたいなことで言うと、芸術サロンみたいなものがあったりとかですね。で、もう一つは僕は喫茶店一つ、どういう場所なのかなって遡っていった時にやっぱりその、恋が生まれる場所っていうのが一つあるんじゃないかなというふうに思ってます。喫茶店で、初めて告白をするとか、喫茶店であるいは別れ話をして、なんかこう別れた側が、去っていって、振られた側が残されて呆然とするみたいなシーンとかよくドラマでありそうな話ですけども、その喫茶店っていうものが、どういう場所だったかということをちょっと紐解いていく話をしたいと思いますけども、まずは喫茶店で、この曲をちょっと、聴いていただけたらと思います、それはこういう曲ですね、知ってますかねこの曲、森田道治1970年代のアーティストなんですけども、92年に高校教師という、ドラマで今やばいしね、大変暗いドラマやったんですけど、地下のジャズ喫茶っていうのが出てきますね。おそらく東京の話でしょう、これは。ジャズ喫茶と。ジャズ喫茶ってあたりが時代を感じるわけですけども、ここに、変わらない僕たちがいた。あの子は今も元気かい、昔の話だね。ということで、輝いていた時代、ここで、輝いていて何かこう青春を求めていたんだけども、でもなんかこう不毛な日々を送っている、自分たちは結局社会を変えるために何もできないみたいなことをこう感じながらジャズ喫茶で過ごしていくんです。そうやって学生たちが集まってここのジャズ喫茶でいろいろ話をしている様子を見ているのはマスターです、アマちゃんでいうとこの松尾鈴木的な人ですね。で、ずっと見てる、なんか喋っとんなとあいつらというようなことを見ていて、時が20年経って1992年になった時に、この喫茶店どういう風な状況になっているか、ビーズという、2人組の日本を代表するミュージシャンがいますが、このビーズが、恋心っていう曲がありまして、この曲は、実はちょっと、シングルカットの B 面っていう曲なんですけど、ただでも B 面 のくせにえらい流行ったっていう変わった曲なんですけども、この曲はすごい、有名な、歌詞が入っていて、ビーズのボーカル、作詞をしているのが稲葉っていう方ですね。で、ギターが松本っていう方ですけども、この曲の中に、松本に相談しようか、でも冷やかされるからやめとこうっていう歌詞があるぐらい、こう、稲葉が恋に悩んでるっていう曲なんです。で、この恋に悩んでるっていう曲をちょっと聞いていただきますね、ここで。この曲はどういう曲か。これです。忘れない恋心。
もう彼女がいつもミルクティーを頼んでいる駅のそばの喫茶店がそのままこの20年の時を経て改装して綺麗な喫茶店になりました。カフェになりました。でこれ1992年のことです。こう店長山本さん、マスターの山本さんはですね、ちょっとご病気をされまして、近くの赤十字病院に、入院されたと。でその入院されて山本さんの息子さんの高弘さんが、代を継いで今喫茶店をやって、少し90年代のカフェブームに乗っかっておしゃれなカフェにした。すると稲葉と稲葉 が好きな相手の女の子がそこにやってきまして、で彼女はいつもミルクティーへ駅のそばの喫茶店でって、新しいシャンプーとリンスを買い込んで、旅行の計画を立てるって話なんですけども、でその時に、稲葉はなんとかその子に声をかけたいなと思うわけです。で B メロでこういう歌詞があります。話をしたいけれど野暮な性格がバレちゃまずいというふうになかなかこう話かけられないんですよ。でどうしよう他の子が邪魔するって言ってこうどんどん邪魔されていって自分がなかなか声をかけれないんですけども、ということでこの最初のジャズ喫茶、もともと不毛な社会をこう変えるっていうことが実現できずに、ここはここで恋愛が実現できないっていうことで、ここは相当ジンクスに悩まれてきた喫茶店なんですね。でジンクスに悩めた喫茶店でなんとか高弘さんが変えたいと、ここの喫茶店を幸せな場に変えたいと思った時に、この2年後、1994年に子猫ちゃん、自分の彼女のことを子猫ちゃんと呼ぶスーパースターが登場しました。小沢健二と言います、その名を。小沢健二さんがこういう歌を歌いました。ワンリルキス、東京タワーへ出かけるついでにワンリルキス、立ち寄った喫茶店で思い切り恋に落ちたって、こう喫茶店で恋に落ちてる、これ同じ店です、ここまた。この店で小沢健二は恋に落ちてるで、小沢健二がここで恋に落ちて、僕はこのまま一人で過ごすのかと思ってたよっていうような、歌詞ですね。爆発する僕のアーム、君の心の扉を叩くのはいつも僕さって考えてるっていうので、どんどんこう心の扉を相手を叩いて、ようやくこの喫茶店で初めて相手を落とす、実現した、この松尾鈴木的な立ち位置による高弘さんが、おあそこの恋愛成就したって言って大変喜んだと言われています、この話。大変喜んだと言われているわけなんですけども、このカフェで、恋愛が成就した。でその恋愛が成就して、どういう風な、感じになっていくかという風な話なんですけども、この恋愛を成就する時のコツ、相手ですね、相手にいかにして自分のことを好きになってもらうか、もうその時はもう騙せばいいわけです、極論を言えば。でなんとか相手の心に響くような言葉を投げかけて、なんかよくあるじゃないですか、今私ちょっと結論出せないからちょっと時間ください、でちょっと時間くださいって言ったパターンで大体振られますよね、1週間後とかに。やっぱり考えたんだけど、考えても無理なんですよ、考えたらもう振る方向に行くのも分かってて、でそれまでなんとか、いやあかんと、なんとか今日結論出させるって言って男は詰め寄るわけです。で詰め寄る時にずっと心の扉を叩くのはいつも僕さって、こうずっと心の扉を叩き続け、こうバンバンバンずっとこう心の扉を叩くのはずっと叩き続けるわけですね。で叩き続けるとここで面白いことが起きてくるんです。これはですね、精神世界的にはつながってます。こうディメンションっていう考え方があってですね、こう次元がこう相手の心を叩いていると徐々にこう世界が変わってくるっていう幻想をですね、お互い持ち始めるぐらいすごい叩き方をするときにこの曲が流れ出すんですね。これはどういう曲かというと、こういう曲なんですけども、これちょっと聞いてください。この曲、一方小沢健二の渋谷系とともに、ビーズとともに設計してたワンズというバンド、これはビーイング系と呼ばれてますけども、まあ渋谷系の悩みを直した感じ、コーネリアと小沢健二ピッカートハイブと比べたら随分ロックですよね、これ。時の扉叩いて、心の扉を叩いてると時の扉を叩くっていうところまでね、すごい概念までこう到達してしまうわけですよ。どんどんこうここでこうまさにここでまず次元が歪むんです、この時点で。で次元が歪んで心の扉が時の扉になると、これ一体どういうことなんでしょうね。これ同じ扉でもこう時の扉を叩くってこれどういう状態なんでしょうね。
僕も時の扉を基本的には叩いたことないです。毎週日曜日時の扉を叩いてますみたいなこと聞いたことないでしょ、誰からも。でそういう人聞いたことないと思うんですけど、この時の扉をずっと叩き続けることによって、この曲がどうなっていくかってことなんですけども。どこから稲が出だそう、風に吹かれ気ままに見知らぬ自由を抱きしめよう。ということで、時の扉叩いてたら風に吹かれ気ままにっていう歌詞が出てきます。ずっと相手をこの喫茶店で起こす、落とすために心の扉を、心の扉を叩くのはいつも僕さって言いながら、時の扉叩いて、そして風に吹かれ気ままにって言ってます。この曲、風という言葉が出てきますね。でこの風なんですけども、昨日 DJ ワゲンのワークショップでも風っていう言葉とか、こう季節的な言葉とか、雨とかです、多いよっていう話をしましたけども、この風っていうのは日本の歌謡曲シーンでどういう風に扱われてきたかっていうことがとても面白いところなんですけども、まず皆さん、この風なんですけども、向かい風やと思いますか、追い風やと思いますか、この風どっちやと思いますか。風に吹かれ気ままにって言ってるわけですよ、この歌詞で。これどっちなんでしょう。横いいですね、横かもしれないですね。向かい風とも追い風とも言えない、横かもしれないですね。とにかく気ままにふわーっといける、これは自分にとってはまず基本的にはこれは追い風なんじゃないかなと僕は思ってるわけです。で追い風を表現してる曲っていうのは実はあまりないんです。いろいろこう調べてみたところ、 J-POP ではこういうような曲がありました。Team Revolution、 凍えそうな季節に君は、これ風全く出てきませんよ、全く出てきませんけど、あの人めっちゃ風に吹かれてるでしょ、これバッサーって吹かれてる、完全に向かい風文化でしょ。なんとかこの風に吹かれながら歌い切ろうと、体が夏になるって歌い切ろうとしてるわけでしょ。ずーっと風を受けてる、一番風を受けてるイメージとしてはやっぱこの曲ですよ。やーやーやーですよね。チャゲアンドアスカがやーやーやーって曲歌った時にむちゃくちゃこう風吹いてきて、チャゲアンドアスカもマントビローンみたいなわけですよね。この状態、これはもう完全に向かい風の文化に対して追い風をどう入れていくかっていうようなことで考えたらとてもポジティブな風なんです。これはポジティブだということですね。このポジティブな風っていうものを受けて気ままにやっていこうという決意をした人たちがいます。この決意をして、この風、同じくこのポジティブな風っていうのを考えたときに、もう一曲大変、重要な曲が出てきます。ハローアゲインという曲なんですけども、空はやがてというふうにこう空が明るくなってで、季節の中できっと二人は生きてゆける、君の声がと、この曲マイリトルラバーがジュジュが、カバーして、また流行りましたけど、この曲の中に風を受けて生きてゆこう、どこかでまた巡るよっていう歌詞があります。風を受けて、これね、風を受けてっていう言葉だけを聞くと、基本的には完全にこれは何や、向かい風やんかと思いたいとこなんですけども、この歌詞の文脈を考えて、その人の覚悟ですね、これはまた精神的なところを言いますけども、覚悟を考えたら、これは自分の内面ではもう何なら向かい風を逆走してこう追い風に変えたれってい こうすごいポジティブな力がこの曲に働いてるな。この曲歌ってる、この人実は繋がりますけども、ここで今さっき稲葉がこの94年の小沢健二がこのカフェで成就する前の92年稲葉がなんとか相手を落とそうと思ったらどんどん邪魔されていくんですよ。他の子が邪魔するというふうに、話をしたいけれど野暮な性格がバレちゃまずいと自分でまあ躊躇する。でどうしよう、他の子が邪魔する、こんな時妙に仲がいいよね、これは女の連帯感なのかっていう歌詞があります。この歌詞どう思いますか。これ結構よくあるパターンだと思うんですよね。この歌詞の中に込められているメッセージ、どうしよう他の子が邪魔する、これが女の連帯感なのか。男の人が相手に告白するときに、なぜか周りの女の子が邪魔するっていうパターンのときって実はちょっとあったりするんですね。ここですね、他の子が邪魔する、
い妙に仲がいいよね。これが女の連帯感なのか困るね。こう続くんですけども、大体皆さんちょっと自分に出だし合わせて考えていただきたいんです。特に女性の方、男性がのが自分の友達の女の子がのことが好きで、それを邪魔するシチュエーションってどういう時ですか？一つ考えられるのは、本当にその男の子のことイケてないなと思ってて、何々ちゃんがあんたのことなんて好きになるわけないやんっていうノリですよね、一個は。だからほんまに邪魔するみたいなことです。やめたって、この子はもっと他にいい男がおるはずやからっていう女の友情的な邪魔の仕方でもね、ほとんどそんなないっすよ。ほとんどはどうですか？これはね、他の子は稲葉が好きなんですよ。だから邪魔するんですよ。どん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 稲葉のことが好きやから、友達のふりしといて、その友達の女の子に自分の好きな稲葉を取られたくないから、しゃしゃり出てきて他の子が邪魔する。その他の子が邪魔する、他の子は大変いろいろな苦労を乗り越えて、今稲葉の恋愛をなんとか勝ち取ろうとしているサイドストーリーがもう一本始まるんですけども、その子が今風を受けてなんとか頑張ろうとしている。で、なんとか頑張ろうとしている、その他の子というところが、ポイントです。で、この他の子、一体稲葉を落とすためにどういうふうなことをやってきたのか。この子はちょっと若干まあなんと言えますか、ちっちゃな頃から悪ガキでと言いますかですね、ちょっとグレてます、端的に言うと。で、ちょっとグレて、この子はどういう状態に今置かれているかと言いますと、TM ネットワークという、まあ、小室哲哉がやってたバンドで、シティハンターという曲で、ゲットワイルドという曲がありました。こんな曲です。アスファルトタイヤを切りつけながら暗闇走り抜けるっていう曲なんですけども、この曲の2番、車のライトにキスを投げては車道で踊るあの子って、このあの子が実はこの他の子なんですよ。で、ここね、めっちゃ夜中一日中車道で踊ってるんです。車道で踊ってるんですよ。車道で踊ってるっていうのは、僕はまあ大阪出身なんで、これ大阪でいうとこれどこで踊ってんやろとか、何車道で踊ってるって竹の子族みたいなこと思ったんですけど、ちょっとそれ古すぎるなみたいなこといろいろ思って、竹の子族やったら森田童子と繋がるんじゃないか、ジャズ喫茶とみたいなこといろいろ思ってたんですけども、あのまあ、とにかく車道で踊ってる。で、踊って踊って振り向いて いただきたい相手がある。そうなった時に、彼女はずっと車道で踊り続けてるだけではなくて、実はステージに流れてダンスフロアに華やかな光を浴びて、ステージで踊ることを目指して車道で踊ってるわけです。そしてそれを踊りたいな踊りたいなとずっと思ってて、あなたと一緒に踊りたいということを考えたがために、ずっと他の子が邪魔すると邪魔をし続ける。その時に彼女が稲葉に対して本陣で歌いたい曲はこういう曲です。ランララタシと踊ろうっていう曲がありまして、チャラのジュニアスイートってアルバムに入っている優しい気持ち、泣けない女の優しい気持ちをあなたはたくさん知るのよっていうこの曲ですね。この曲でラララタシと踊ろう、毎日ちゃんとこの手を胸を焦がすで、この曲、もう勝手だって叱らないで、もう私を止められないってことで、誰もこの恋愛を阻止するってことを止めれないってことがここでわかるわけです。で、この時その女性が手をつなごうとした、一緒に踊ろうって言った相手、チャラのアルバム、ジュニアスイートっていうアルバムのジャケットをご存知の方だったら、チャラがこういう風に立ってます。ここを手をやってます。この手の先、誰かの手がつながってます。この手は浅野忠信の手です。で、浅野忠信の手なんだけども、別にこれは浅野忠信と稲葉をつなげようって言ってるわけではありません。これは今の忘れてください。はい、どうでもいいんですけども、というようなこともありながらですね、でやっていくと。で、こういう風にして徐々に徐々にここでも新たな恋愛構想が繰り広げるわけです。で、繰り広げてられ、いく、そういうようなことが、まあ、ずっとあるこの喫茶店。昔からこのジャズ喫茶の時代から、あれやこれやと夢が叶うのか叶わないのか、恋が叶うのか叶わないのかっていうことを、ずっと同じこの山本コーヒー店でずっと歴代こういう歴史を続いてるっていうことを、さらに遡ってですね、さらに遡ってどういう時代があったか、こんなことを聞きました。赤十字病院に入院している山本隆弘さんのお父さん、元マスターに取材に行ったところ、この取材に行って、昔からそうでしたか、この喫茶店、そんなことがいろいろありましたか、
もうそんなもん森田童子がジャズ喫茶言ってる前の時代からわしらはもっとそういう風な状態を見てきたんやと。あの曲を聴いたらわかると。あの曲って何ですかと言った時に一曲、最後にこの曲っていうのを教えていただいたので、この曲を皆さんに聴いていただいて終わろうかと思います。それがなんとこういう、曲になります。この駅でいつも坂本九さん。よく聴いてください。セーラー服のお酒が飲んだ、もう来るかなと思って駅で待ち伏せしてるんですよね。これ今日も待ち伏せで結局来なかった、あるいは来ても来たわけじゃない。でも明日がある、明日があるポジティブですよね。これめちゃくちゃ諦めない。コウモリっていうところがいいですね、朝のことをね。で、朝家だろ、声かけよ、あの俺声かけないなっていうところ、でも結局声かけれない。こういうものすごいもう微妙なところをずっと歌っていて、それでも明日があるということをずっと言い続けて、次こそは彼女に声をかけてあわよくば告白をしようと狙っていく。そこでここで転調しますよね。リズムもちょっと変わってきます。アップテンポになってます。後ろ姿をつけていく。これまあまあ今でも完全にこれはそう感じですよね。これやるとまずいと。坂本九さんの時代は良かったかもしれないけども、これあの角まで、これよりも前の時代ですよ。あの角まで行ったけども、ああいなくなったかなみたいな感じでもやめる、ちょっと控えめなんです。それでも明日があると思いながら次の日次の日を待ち構えていくわけですよね。あるさ、もうちょっと思い切ってダイヤルをですよ。これはこれは黒電話ですよね。こう具を回すわけですよね。03とかで回していくわけで、ベルが鳴るからプリプリとかで鳴って、こう鳴るんやけども鳴る前にガチャッと結局切ってしまうという、この切なさ。それでも明日がある、明日がある、明日があるって言い続けて、なんとかこれは次行こうと思うわけですよね。ここでで思って、いよいよこっからですよ。さらに転調しまして、ここです。初めて行った喫茶店ですよ、ここで。あった一言好きですと、もう出る、ここまで出る、ここまで出る、言える僕、言えない明日がある、明日がある、明日があるさ。こういうところでこの曲がこの状態で終わるわけです。はい。ですよね。電話番号をそもそも知ってるのか、当時は電話帳みたいなもので調べられてたのか、それとも同じセーラー服着てるのでっていうことが分かってるので、同じ高校の学生名簿みたいなやつがあったんですかね。みたいなことで、そう、なぜ今もこれ知ってたらまずいと思うんですけども、そもそも今これはね、電話数って今はもう携帯で相手につながるけど、その前の大きな門、あれですよね、関門としてお母さんが出るっていうところありますよね。電話をするともしもした中ですけど、とか言って何々さんとあの同級生のとか言ってこうどもってる間に切ってしまうみたいな、ね、なんか変な電話かかってきたけど美智子さんとか言ってこう娘に言うわけですよみたいなことになるということで、これが遠い昔からある、この遠い昔からある場所。空はやがて上がっていた遠い昔からある場所としての喫茶店の歴史の DJ バージョンでした。どうもありがとうございました